ゆなです。ピンポン。はい、今日はですね、もう季節が秋ということなので秋服を買ってないんですよ。なので今日はリゴさんで1万円以内でコーデを買っていきたいと思います。それではまずリゴさんに行ってこようと思います。レッツゴー。はい、それではちょっと原宿のリゴさんに着いたので見ていこうと思います。ハイトスカートが欲しいんだ。かわいい。でもね、下チェックめっちゃ持ってるから。ユナが予想してたコーデはね、ハイトスカートにチェックをかなって着て着たかったのよ。どうしようかな。帽子と靴は私物なんですけど、合うかなって思ってちょっとずるいんですけどおまけにしました。上をちょっとダボっとしたくて、下をねシルエットで縦長くタイトスカートにしたかったんですけど、欲しかったタイトスカートがなかったのでダメージがちょっと入ったスキニーをちょっと合わせて大人っぽくカジュアルにしてみました。ただカバンのねモコモコがねちょっと秋というか冬というかねいいかなと思います。なんかね何も今入ってないけど結構物が入りそうなのでいいなと思います。トップスがねいつも自分で前だけインして後ろ出したりとかすること多いんですけど、これもともと最初からこっち前が短くて後ろがこういう風にパランって長くなってるのですごく可愛いなって思いまして、これたくさん種類があるんですけどこの色がね一番ナンバーワンらしいです。はい、今回かかった金額総額は私物を除いて9687円です。靴とねアクセサリーまではちょっと買えなかったんですけど、こんな可愛いね服と巡り合えたのでいいかなと思います。これこの上一目惚れしてこうダボっとしたもの欲しかったから、いや本当にこれ可愛い。はい、今日はみごさんで1万以内の秋コーデ購入してきたんですけど、可愛いなと思ったのでみごさんに行った時はぜひねちょっと買ってみてください。これ可愛い。本当に今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。